埼玉武蔵ヒートベアーズ潜入中。前回の動画では翔平が公式戦のボールボーイを担当しました。そしてしっかりと仕事を全うし次の仕事へ向かいます。じゃあ入りましょうか。はい、お疲れ様でしたね。ルートイン BC リーグ公式戦埼玉武蔵ヒートベアーズ対福島レッドホープス5回戦を所沢航空記念公園野球場からお送りしています。さあではこれから6回始まるところではあるんですが、なんと今日はこの方が来てくださっています。6回からはゲスト解説ということでこの方です。ジャジャジャン YouTube でもおなじみ翔平 TV さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも野球 YouTuber 翔平 TV です。はい、今日はあのボールボーイね1回から5回までしていただいてやりましたよ。はい、で翔平さん今日はですねあのちょっとベアーズの配信試合で、はい、いつもですね私があの独断と偏見で決めているあの裏 MVP 的なアカデミー賞というのをやってるんですが、はい、あの毎回ですねファンの方がたくさんあのこのプレゼント用意してもらってましてちょっと紹介させていきます。はい、ちょっとこれ持ってください。はい、はい、アカデミー賞今日のですね協賛をしていただいた方々ご紹介します。久里さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、MTG さん、由美さん、美希さんからです。ありがとうございます。田村さんのおばあちゃんって書いてます。ありがとうございます。はい、じゃあお願いしますね。翔平さん、はい、このですね、このアカデミー賞というのは一筋縄ではただ単に活躍するだけじゃなくてひょっとしたら何かこうね、あのこれ全員対象なんですよ。解説の方も、スタンドとか来てるお客様もまたコメントをくださった方もあの全員が対象なので、あのかつてはこう相手チームの、見事なキレキレダンスをしているマダムに送ったこともありますので素晴らしい。はい、ぜひご紹介、お楽しみにしていただければと思います。で、この後はじゃあ翔平さんあのじっくりお願いしますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。翔平さんもあれじゃないですか、ボールボーイしてたじゃないですか。はい、結構走ったんじゃないですか。めちゃめちゃ走りましたね。ちょっとね膝あたりがちょっと、体重107キロあって痩せないといけないですけどね。なかなかのビッグボーイじゃないですか。そうなんですよね。毎回ねこうベアーズの、まあ結構こういう練習試合前の練習とか普段の練習の時も取材に来てくださったんですよね。普段の練習は行ってないんですか。あ、行ってないですか。はい、試合前だけ。はい、でもどうですか、こうなんかこのベアーズの接点というのはどんなところから生まれたんですか。最初はあの宮野原健くんと、はい、あの野球スクールの、はい、あのコーチをやられてた時に、たまたまそこで、縁あって、はい、知り合いまして。あ、そうなんですね。そこからベアーズの選手ってことを聞いて、まあ、取材来てみたらどうですかと、はいはいはい、いうことで、2019年のクリスマス会からですね。はいはい、はい、あ、そこからのじゃあつながりというか。そうですね。はいですね。はい、でもどうでしょう、これ毎年こうやっぱり独立リーグってガラッとチーム変わるじゃないですか。めちゃめちゃ変わりますよね。なんかここまでの例えば取材してきた中で一番こう印象に残ってる年のチームとかって何かありますか。そうですね、まあ、どの、ね、年代もやっぱり印象的ですけど、はい、やっぱ宮野原君と、ね、あの仲良くしたり、まあ、宮野原君も、ね、はい、YouTube やられてたんで、そこで僕が編集したりとか実はこう裏で手伝ったりしてて、はいはい、宮野原君の活躍をずっと見てまして、まあ、引退されても今ねベースボールライブやられてますし、はい、なんですけど、まあ、最近でいうとやっぱり金子選手と、はいはいはい、あの芦田選手の、まあ、去年ですかね、はいはい、取材させてもらって、まあ、そこで去年初めて、あの取材だけじゃなくて、お手伝いという形でキャッチボールしたりノックしたり、はいはい、そういうのもやらせていただくことが増えまして、うんうん、生でこう感じることができましたね。あ、なるほど。ボールの速さとか、はいはいはい、速いだけじゃなくてこうなんかキレとか体感したってわけですね。そうですね、うんうんうん。翔平さんもでも野球やってたんですよね、ずっと。僕は、はい、小1からずっとやってました。社会人まで、あ、そうですよね、社会人クラブまでやってまして。あ、なるほど。ピッチャーずっとピッチャーだったんで。そうなんですね。やっぱりじゃあピッチャー中心に見たりとかありますか。ちょっと見ちゃいますね。ちなみに大谷投手の印象ってどんな風に今日思ってますか。そうそう、球やっぱピュッときますし、うんうん、まあ、腕の振りがやっぱ素晴らしいんで、はい、変化球とまっすぐの、こう見極めが難しいんじゃないかなと思いますし、変化球でもやっぱストライク取れますし、うんうん、素晴らしいですね。そうですね。大谷さんは毎年グローブを変えるみたいなんですよ。はいはいはい、1年に1個オーダーして変えるって言ってたんで、まあ、僕の相方の良平がグローブマニアなんですけど、はい、めちゃめちゃ食いついてましたね。そうですね、はい、そこも YouTube で一部上がってるので、はい、よかったらそうですね、はい、ぜひぜひ。
結構でもなんか昔に比べてグローブとかのメーカーも増えましたよね。めちゃめちゃ増えましたね、はい、私、まあ、ちょっとうん十年前の話なんですが、高校野球とかやってる時もなんかね、もういわゆるこう今でいうメジャーなあのメーカーしかなかったんですけども、はい、でもそんな中私はちょっとあのそういうのみんな皆さんが持っていたミズノとか Z とか良かったんで、知ってますか、ベンっていうメーカー使ってたんですよ。あの昔中畑清さんとか使っていた、はいはいはい、はい、もう絶対誰も持ってないベンっていうメーカーのグローブをちょっと使ってましたね。僕昔使ってました。あ、使ってました。お父さんから譲り受けて、ちょっとねこうオールドな雰囲気のね、メーカーですよね。そうなんです。ベンは痛かったですね、私の時代でもなかなか、うん、そうなんですねでも翔平さんも使ってたんですね。そうですね、ベン使ってたら中畑だとは言われました。あ、ですよね。でも誰か知らなかった、その時ね。あ、そう、はい、誰だと思ってました。レフトフライです。5番の若松雄平はレフトフライです。さあ、大谷が乗ってきました。この回、5回、6回と三者凡退に抑えています。ありがとうございます。素晴らしいです、素晴らしいです全然もうそんな感じで、大丈夫ですか、本当にそんな感じで OK です。ベンは出てこなかったな、最近な。え、ベン、ベン、ベンね、ないっすよね最近見ないですね。絶対ないと思う。防御率は 4.19 という成績です。高橋グータ翔平 TV さんがここね来てくださっておりますよね。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてバッターボックスにはこれから1番の高橋久太が入ります。高橋久太は今日これが4回目の打席、フォアボール、レフトへのヒット、前の打席はピッチャーへの内野安打、現在高卒ルーキーながら連続ヒットを重ねています。バッターボックスの高橋久太、これで9試合連続ヒットですよ、高卒ルーキーで。そうなんですか。あの金子選手の1年目よりもいいんじゃないかという周りの声がすごいありますよ。なんか先発にも選ばれてましたね。あ、そうですね、そこでも3打数1安打結果残してますし、うん、他の2打席もマシンに当ててますので非常にいい何か持ってる選手ですね。いいですね、はい、試合前にお話ししたんですけども、はいはい、高校時代は4番を打っていたそうです、うん、あ、そうですね、関東学園大学附属高校、ね、うん、はい、同級生が10人しかいない中でベスト8まで行ったという話をしてくれました、はい、埼玉県行田市出身、行田の名物といえばゼリーフライですね。ゼリーフライ打法ですが今ちょっと空振り三振でした。そうですね、はい、でも翔平さん、なぜね、あ、今その野球の YouTube 始めて何年ぐらいですか。もう7年経ちますね。7年、2017年からやってます。おお、この始めたきっかけとかっていうのはどういったことなんでしょうか。始めたきっかけは、うん、あの野球 YouTuber 向こうさんっていう、はい、30万人ぐらい今いる YouTuber がいるんですけど、はい、と、まあ、まあつながりができまして、はい、まあ、知り合いを通じて知り合って、はい、そしたらこう一緒に撮影をさせてもらう感じの流れで、はい、君 YouTube やった方がいいよと。はい、その時ピッチャー系の YouTuber がいなくて、はいはい、僕はピッチャーでバンバン投げてた時代だったんで、はい、YouTube やった方がいいよって言われて、はい、まあ、2年ぐらい一緒に帯同して経験を積んで、はい、で地元入間に戻って、はい、僕は入間で今活動してるっていう感じです。なるほど。それまでは東京で毎週末は東京に行って、はい、東京にまあ向こうさんが住んでるので、東京で一緒に車移動しながら取材行ったりとか。あ、そうなんですね。してました。結構向こうずさんのにね、うちの清田コーチとか出てますもんね。そうなんですよね、2番の本田はセカンドゴロでした。そしてバッターは3番のセカンド上田、今日は3打数2安打、レフテのヒット、レフテのタイムリーヒット、そして前の打席は三振でした。じゃあそういった意味で言うとピッチャー系 YouTuber の先駆け的な存在。そうですね、うん、一応変化球とか結構バズって、はい、スライダーとかツーシームとか、曲げ方っていうので、はい、やっぱ僕自身がやっぱりプロの方の変化球をこう、まあ、学ぶと、あんまりこうレベルハイレベルすぎて、はいはいはい、うまくできなかったんですけど、まあ、僕ぐらいのまあレベルだとどなたでも小学生でも中学生でも、はい、なんか覚えやすいというか、なんかこう入り込みやすいのかなっていうので、出していって、まあ、結構伸びましたね、はい、は。さあ上田、今日3本目のヒット全て左方向です。いや、上田選手はねハンサムなのでハンサム打法と呼んでますが、ハンサムですね。ハンサムですよ。ハンサム打法が炸裂で今日4の3全てレフト方向、いいですね。素晴らしいです。ワンナウトランナー1塁、右方向3安打目。いやー、金井のバッティング、今日はセンターに2本、そしてライトへのヒット。こっちは詳しいんでね、僕が喋るとなんか間違いがいいですからね。ゴリラ重心なんだっけ、重心だよね。そうそう、特殊重心グローブ。特殊重心グローブ、え、なんすか、そう、なんか軸が入りやすい、軸が入りやすい、
らしいですよ。アルモニアで IP だよ。 IP のアルモニアで、うん、IP セレクト、ラリストのメーカー、筒香選手がスポンサーってか使ったやつです、ね、あ、そうなんだ。8回の表、さあこれから福島の攻撃が始まるところですが、ここでピッチャーが変わりました。ベアーズ2人目のピッチャー出ました。解説で高田民賞本気で狙っている長坂拓夢投手です。長坂君がね、上がりました。さあそのまあ、こういうふうに言うファンの方がいらっしゃるんですよ。その長坂投手、ここまで非常にいい形で、試合をね、進んでいますが、長坂選手のね、はい、グローブ見ちゃいますね。お、このグローブは何というグローブでしょう。 IP セレクトというメーカーです、うん、アルモニアというグローブ、これですね。7万円ぐらいする。高っ。以前は山本由伸投手とか、はい、使ってやってましたね。あ、そうなんですね、はい、IP セレクト、そうです。筒香選手もパッドとかで使っているメーカーですね、うん、そうなんですね、はい、あの僕結構選手からお話しするんですけど、グローブのメーカーの話とか全然しないんですよ。あ、そうなんです。新鮮だし、ちょっと今後いろいろと聞いてみます。すいません。三振、ナイスボール。得意のスライダーでしょうか。球場はフリー素材というのを合言葉にやってますので、はい、三振です。いやー、この回マウンドに上がった村松さん、すごい、2者連続三振、素晴らしいですね。見事な投球で8回の表、福島打線を無得点に抑えています。9回の表、福島の攻撃が始まるところで、ベアーズメンバーが変わりまして、まずピッチャーが菅原に変わっています。菅原総一郎、ここまで3試合、これが今日3試合目の登板となります。防御率は 0.00。 あのこの菅原投手も結構落ちる球得意なんですよ。あ、そうなんですか。さっき言ったその人差し、中指と薬指で挟むフォークボール、スプリット、はい、これなかなかでも指長くないと無理ですよね、きっと。いや、多分ほとんどの人投げれないんじゃないですかね。ああ、そうですよね、はい、ショート高橋久太、バウンド合わせて一塁へ送球、外それた。ああ、セーフとなります。セラール投手はアシックスのグローブですね。アシックス、あ、アシックス、アシックスね。そういう風に 見ると面白いですね。そうですね、選手それぞれでやっぱ、はい、メーカーも違いますし、はいはい、そこは、そういう見方も面白いかもしれませんね、はい。でオレンジ猫さんから、多分ピッチャーやってる翔平さんにも質問だと思います。一昔前のピッチャーって打ちましたが、さあレフトへの打球、荒木が追っていく、ファールです。一昔前のピッチャーって肩を痛めて引退が早いイメージありましたが、最近はそうでもなくなりましたが、アイシングケアが進んでいるんでしょうか。これはですね、ええ、結構今僕も肩痛なんで、はい、投げれてないんですけど、はい、意外と肩の筋トレとかで治ったって方結構多かったり、あとはまあその神経の問題、機能してないっていう問題があるので、はい、あるってことを聞いて、はい、働いてない神経を働かせるっていう、はい、神経療法っていうのもあるので、はい、僕は結構取材とかさせてもらうんですけど、うん、あの松井秀喜さんや金本さんのトレーナーの方、はいはい、の、 あの治療を受けたりして、はい、あの投げれるようになったりとかして、そういうのが本当に神経療法だったり、はい、で投げることも今増えてますね。じゃあなんかめったにこう、ね、肩にメスを入れなくても良、ね、かったりすることもあるんですね。そうですね、やっぱ肩周りのやっぱ筋肉が、はい、減ってるとか、うんうん、あの落ちてるとかっていうのもありますし、はい、投げすぎでやっぱちょっと炎症がある場合は、ちょっとノースローとかして、はい、まあ、さらにあと筋トレ、はいはい、まあ、腕立て伏せとか、うん、して、はい、治ったって方結構多いので、あ、結構筋トレで治るっていうのと、なるほど、うん、はい、神経療法でやるっていうのが、はい、結構今主流かなと僕は感じてますね、はい。でもじゃあそうすると肩痛いなと思った時に、そういうでも神経療法とか、うん、なんだろう、行く病院によってやっぱりそう診断も違うってこともないですか。そうですね、やっぱり最初はまあ整形外科に行ってレントゲンとか、はい、取ったりすると思うんですけど、やっぱり関節芯の損傷とか、はい、あると思うんで、はい、それでも投げれないっていうわけではないみたいです、実は。あ、なるほど、はい。それはもう僕もまあ関節芯とかやられているんですけど、はい、三振、はい、アイスボールです。
そうやられてるんですけど、はい、まあ、病院にそういう先生はいなくて、個人でやられてるとか、はいはいはい、接骨院の中にいるとか、うん、そういうところにそういう神経療法できる先生がいるんですけど、はい、じゃあ例えば野球やってて肩痛めたなんて時にはそういうとこまず行って、その後はそういうことを専門にやってる方に相談行くっていうのも一つの方法ですよね。そうですね、うん、なんか人体切っても、はい、その神経療法で翌日にはもう普通に走れたりとか、足の人体とか、はいはい、アキレス腱とかね、うん、切っても普通に走れるようになったりとかすることもあるみたいで、すごいですよね。じゃあ一旦例えば翔平さんに相談するってもありですか？全然ありですね。ご存知だと思うのでいろいろと。そうですね、うん、まあ、実は私も高校時代もともと中学とか野手だったんですが、ピッチャーになって痛めて外傷性肩関節炎と当時言われたんですけども、はい、まあ、やっぱりこうもうすぐね、野手として投げる分にはいいんだけど、ピッチャーとして投げる分にはちょっとこう肩痛くなっちゃってみたいなのがあったりとかして、でもあれ肩痛めると不思議ですよね。前の日例えば 100m 近く投げていたのが次の日になったら肩痛くて 5m 投げられないんですもんね。そうなんですよ、ね、そういうのありますね。キャッチャー取りました、はい、あれはね、本当は野球やってて初めてだったので、うん、これがなんだ、こういうことなんだって思いました。そうですね。僕が知ってる神経療法は、はい、古発式神経療法っていうんですけど、古発先生という沖縄の興南高校出身の方なんですけど、はい、今もう50歳ぐらいなんですかね。はい。はい、その人が松井秀喜さんの元トレーナーと。そうなんですね。ヤンキースでワールドシリーズ優勝した時のトレーナーの方で、はいはいはい、普段大阪にいらっしゃるんですけど、はいはいはい、もう全国飛び回って、オリンピックの選手とかいろんな野球以外も、はい、治療したりしてらっしゃいますね。あ、今乗せてくれますね。はい。じゃあ何かそういったね、お子さんとかがそういうことあったらぜひ翔平 TV さんにアクセスするもありですよね。 DM お待ちしてます。はい、お願いいたします。いろいろそういうアイテムがね。いや翔平さんすごいです今日はためになるお話。いえいえ、うん、ちょっと私もそういうところね、いろいろ聞いていかないとですね。三振、最後は素晴らしいボール、三振で切りました。菅原です。埼玉武蔵ヒートベアーズ対福島レッドホープスの5回戦は8対2、ベアーズが6点差で勝利を収めています。あ、アカデミー賞はこの後ヒーローインタビューの後です。大丈夫ですよ、それさやられます。3名います。3名いるんですか？3名考えました。まず1人目、はい、中継ぎで1回をピシャッと抑えた長坂投手。長坂くんですか？長坂くんです。そして2人目、はい、ちょっとね、迷ったんですけど、はい、まだ取ってないということで上田、ハンサムボーイ上田選手です。上田選手。そしてもう一人、はい、僕このお菓子を広めてほしいので、はい、で今日解説で素晴らしい話をしていただいた翔平 TV さん。マジっすか？この柔らかあげます。いいんですか？柔らか、これでも YouTube で広めてくださいね、このお菓子。ぜひぜひぜひ。これも大好き、バイリンドーさんの柔らか。はい、分かりました。はい、翔平さんも今日は、はい、ぜひぜひちょっとこのカメラ向いていただいて、いいですか？ちょっと一言じゃあコメントお願いします。そうですね、ね、うん、コロナ前ぐらいから、はい、取材させていただきましたけど、はい、まさかね、解説までさせていただけるまでになるとは思わなかったです。今後ともね、はい、埼玉武蔵ヒートベアーズさんを、盛り上げていきますので、はい、翔平 TV のチャンネル登録と、はい、インスタのフォローと X もフォローよろしくお願いします。お願いします。で、この柔らかってお菓子もう本当美味しいので。確かもらったことありますね。ありますよね、ベアーズのマークが。そうそう、うん、NB パッケージなので、うん、ちょっともっとバイリンドさん広めてください。インスタ上げておきます。はい、お願いいたします。ありがとうございます。ということで、はいはい、まあでも今日はね、本当に完勝でしたね。素晴らしいですね、うん、8対2、良かったですね。気持ちいいです。はい、本当に翔平さんもね、本当にありがとうございます。またベアーズの取材来てくださいます？そうですね、あと7月あたり、はい、末あたりですかね、ちょっと新婚旅行が実は、はい、あら、はい、7月おめでとうございます。ありまして、 どちらに行かれるんですか？いや、北海道にちょっと、あ、いいですね、いいですね、はい、行くんですけども、はい、昨年の11月に結婚しまして、はい、あら、いいな、やっとね、7月に行けるんで、はい、ということで今日はこの辺で別れです。それでは皆さん、さよなら。ベアホー OK です。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。いいんすか？いや、すごい誰なんかな、素晴らしいお話で。いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。読めてください。ありがとうございます。はい、すごい。
さい。はい、というわけで、本日はいろいろやらせていただきましたけど、もうボールボーイからね、解説の方までやらせていただきましたけど、僕の解説どうでした？もう最高ですよ。だってもうコメントとかでも、素晴らしいお話ありがとうございますって来てましたし、野球 の関連するプレーだけじゃなくて、ね、あの肩の治療のこととかお話いただいて、そうですね、素晴らしかったです。なんかね、7年もやってれば正直いろんな知識というかね、情報っていうのは得られるので、なんかそこでね、なんかきっかけになればいいなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。ぜひ肩を痛めたら翔平さんに連絡を、DM をお願いします。対策はできますね。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたね、呼んでいただきたいと思います。あ、もうもちろん来てください。もうね、1から9までフルでやりたくなっちゃいました。おお、楽しいですからね。お待ちしてますよ。ぜひお願いします。お願いします。はい、では、埼玉朝日トビアーズさんのホームページや、インスタ、ツイッターね、ありますので、概要欄に載せておきます。チャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。ビャホビャホ。